おはようございます、こんばんです。ずっと毎朝つけている朝ノートですね。こちら驚きの5冊目に突入です。自分でも驚いてるんですけども、まさか毎日毎日こんなに続くとは驚きです。しかもですね、まあ続くというよりも逆にこのノートからたくさんのことを学んでいます。何かまあ降ってくるとはまあ書いてますけども、本当にハッとさせられることとか何か気づかされること、またあこんな発想もあるんだ、こんな考え方もあるんだっていうところですね。非常にもう私にとって重要なノートとなっています。その辺をちょっとまたお伝えしたいと思います。ではスタート。はい、朝ノートには欠かせないファーバーカステルさんの万年筆ですね。不思議とこの相性がぴったしでした。そしてインクはもちろん四季折々ですね。蒼天、こちら2本目になります。この色の魅力にですねよりハマってしまってますね。朝ノート本当に心地よくてですね、しかもこの一番ですね、最初に使う新しいノートを最初に使う時の気持ちよさは本当になんか不思議なぐらい心地よい感覚になります。まず表紙を出ると1ページ目は毎回、白紙のまま、にして、次からこれに書き留めています。前回でかな、ちょうどノートの一番最後のページがですね私の誕生日だったんですね。そして今回も、4冊目の一番最後がクリスマスだったんですね。こういう本当に不思議ですよね。そして5冊目はクリスマスの次の日26日となっています。いやー、この偶然というのは何か意味を成してるかと思うんですね。こちら1ページ目5冊目というスタートとか始まります。この朝ノートですね、この一番新しいページに書くときはですね非常にゆっくりゆっくりですね、何かインクがこう染み込んでいるのを味わうかのように書いているんですね。これ毎回そうなんですよ。トップページはすごく新鮮な気持ちで書き留めてます。もちろんちょっと途中から心とかですね乱れたりしてですね、文字が速くなってたりして、それがまあ本当にこの文字から刻々と、伝わる感じがします。だけどこの1ページ目は本当にこう慎重に慎重にインクを楽しむかのように書いています。そしてまあ前回からですね、まあそんなに成長というか進化をしていないんですけども、まあ、同じように、このように、美徳というものを書き留めて、意味を調べたりして、これをまた、バイブル手帳に落とし込んだりしています。非常に心地よい時間でもあります。そして27日5時28分、あれ、これは喜ばせ合戦のポイントですね。まあ、26日の人はあまり喜ばせられなかったので3ポイントになっています。でトータルが126ポイントと表記しています。この時もですね、毎朝、朝トレをして瞑想して、で朝ノート書くんですけども、その前に抹茶ラテを、いつもお湯を入れて楽しんでます。
最近ですね、この抹茶ラテ、今までのやつとちょっとメーカーを変えたんですけども、より深みがある色とですね、コクを味わいまして、しかし前の、抹茶ラテの方が、何でしょう、始まりとですね最後の一滴との少しずつ、抹茶の濃さとか味を楽しめるんですね。より茶道の抹茶お茶を立てると似た感覚なんですね。この新しいのは一番最初からもう本当に深く濃く、抹茶を味わいます。それはそれで美味しいんですけども、均等ですね、最初から最後まで同じ味なんですね。それはそれで良しとして、だけども、この最後の一滴を味わう楽しみさというのをより、大切だなと感じましたので、そのことを書いたりもしています。そしてこの朝の音ですね、やはりこの紙には表裏がやはりあるんですね。こちらの表は非常にインクの染み込み具合とかですね、心地いいんですけども、この裏面になると若干粗いんでしょうかね、あまりこう染み込みすぎてこう、まあ、比べて分かるかどうか分かりませんけども、文字の太さっていうんでしょうかね、染み込み具合が違いますね。よりこの最初のページで書くときの方が何か気持ちも心地よくて、で次のページは少しまあこれ本当に微妙な差ですけども、文字が若干太くなってですね、文字が雑になっているのが今見ても分かります。そして一つまあ進化したのはですね、今まではまあ朝起きてぼーっとしながら何にもないことを書いてました。例えば、抹茶の話とか、まあお線香を焚いて書くときに線香の揺らぎの話とか、今回まあこういう時代というのをちょっと、勉強していまして、その時に、学んだことをどう仕事に落とし込むかということをこのノート自体にも仕事にしてしまっているんですね。これはよりまた面白くて、今までですと、まあ、何かこういうヒントが出た場合は別のスケッチブックとか、システム手帳、ワイブサイト手帳に、で、そのことについて考えました。そうするとですね、何か思考がせっかく出たのに止まってしまうのがもったいなくて、もうこの朝ノートをですね、時にはこう仕事ノートとしても活用してもいいのではないかなと。その方がまあ効率もいいですし、思考を止めないということも、ありますので、このまま仕事のことを書いちゃってますね。ここではそうするとよりダイレクトに仕事に結びつながる、お客様に提案できるというのがここでちょっと初めて大きな進化を得ました。そしてそれぞれ、もうこの日からですね、そういうことばっかり考えながらダイレクトに仕事のことを考え抜いたりとか、もちろん、仕事のことじゃないってことも書いてますけども、何かより例えば今 A4 2ページを書いてるんですけども、それの3分の1ぐらいは仕事のことをぐーっと集中する、スイッチにもなってるような気がします。それが非常に、まあ、最近のですね進化したとこかなと感じて、本当にですね、このワーバーカステルの万年筆とですね、相性が心地よくてですね、いつもこういう持ち方で書いてるんですね、スラスラスラと。で、机の上に書くんではなしに、膝の上で書いてるんですね。それが何がいいかと言いますと、こういう机の上で書くとですね、やはり、板の、机の板の硬さ、ですので、どうしても
硬く感じる、ペン先が。膝の上ですとこういうふわっとした状態で書きますので、もちろんこれがこうやってしなりますね。で書きますと、何かこのペン先が、これはステンレスのペン先ですけども、金ペンのように柔らかく柔らかく書けるんですね。本当に不思議な発見なんですけども、その発見がまた心地よくて、机の上で書くよりも膝の上で書いてますね。ちょっとまあ変な試みですけども、何かそういうのに自分を試して、心地よさ、気持ちいいものは続けて、気持ち悪いものはやめるっていう最近の習慣にしています。はい、いかがでしょうか。本当にですね、この朝ノートをどう伝えればいいか一番ちょっと今悩んでるところなんですけども、本当に、少しからでもいいので、続けてみてほしいなと思います。よくですね、まあ、1週間に一度とか、1ヶ月に一度とか何かあった時とか、書く方が多いかと思うんですけども、この毎日何気もないことを書くとですね、何かこうふっとこう入り込んできたり学んだり本当にするんですね。いや、非常に不思議なことです。ですから皆さんもですね、本当に高いノートを買うんでらしに、これは本当に100均のダイソーさんで購入したの、紙ですけども、まあ、このペンと万年筆の相性がたまたま良くてですね、心地よく毎日朝を迎えています。ぜひこれをですね、どん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 進化していってますので、それも含めてこれからも、まあ、お届けしたいと思います。もしこの動画が楽しかったら、いいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。